おはようございます。おはようございます。音程、音程、音程です。今節は5節、はい、第5節ホーム長野戦ということで勝負どころっすよ。監督も言ってたんですけど、勝ち点、勝ったらプラ3だし、負けたら、まあ3取れないわけですから、マイナス、なんか、差6ですね。6ポイントマッチ。あ、そうや、6ポイントマッチ。スラムダンクでもありましたね。桜木くんがリバウンドを取って、取ることによって4点分の働きがあるんだよって、こう、安西先生に、ね、声をかけられる。リバウンド王の話でね。前、長野としたんは、オーシャンカップか。はい。去年のオーシャンカップ引き分けで PK で負けて、まあ言うても向こうは去年までは F1 におったわけだから、はい、経験値の高い選手がいっぱいおって、うん、勢いだけじゃ勝てへんっていう、要所をしっかりフットサルの40分で戦ってくるっていうなると、やっぱ俺らも熱く戦いながらも冷静にやれな、うん、まあ、フットサルって後半に力の差が出るっていうやん。うん、前半はなんか勢いでなんとか戦えても、なんかやっぱ強いチームは後半に勝って、うん、名古屋とかも毎回後半に逆転するっていうのは、うん、やっぱそういうところにあるやろうから、勢いを持ちながらも大人の戦い方ができるようになれば俺らのベストじゃないかなと思いますね。おはよう。おはようございます。いらんやん手首。いや大事、手とかいらんやん絶対。ポジションどこやったっけ。フィールドです。でまだ治ってない。ずっと痛いです。折れてるやん。まあそのサンチェリー通算5点決めてるけど、はい、どう今日は取れそう。 3試合連続サンチェリーで、はい、ゴールいけそう。まあなんか自分でも匂ってるなとは。今決定率が 45%、はい、えぐっ。背番号9背負うと違うな。いやまあ武田さんから、あかん武田さん点取らへん。メンタル面を引き継いできたんで。ゴール面は、はい、ゴール面は、まあ、やっぱ2位5さんから。ああ、2位5だ。2位5やったら厳しい。厳しいです、ね、2位5やったら開幕戦しか点決めへん。まあ開幕戦に司くんからは、うん、まあなったなと。いただきました。いただきました。あーそのいいフォース。え、そのちゃんとパスポート持って通ってください。勝手にやっちゃった。違うやっちゃったから震えちゃった。違法入国の話してるんですよ。やべ、違法入国。空港で毎回チェックされるけど、マジで、ほんまに。ということで、まあ、今日の意気込みを一言だけ。意気込みか。もう一言、もう一言。はい。おわ、かっこいい。勝つだけ。眉毛がもう、かつって眉毛してるっすもんね。勝つ。あ、笑い出していこう。最高。お、勝とうで、最高、最高。頑張ろう。はい。最高で、広島、グループ。3対5で負けました。なんからしくなかったな最後。いいシュート決めてたけどな。前半のラストにスーパーゴール決めてたけど。いいところと悪いところが出ましたね僕の。今日は戦犯です。戦犯です。はい、しっかり、はい、認めるというか受け入れて、本当の真剣勝負でこう中核を担ってる以上、やっぱ責任が良くも悪くも、自分がヒーローになる時もあれば。自分が先輩、自分のせいで負けるときもあって、これをこう逃げちゃいけないっていう、止めなきゃいけない。信じ君だった。逃げちゃダメ、この現実から背けちゃダメっていう、この悔しさはもう試合でしか返せないんで、まあね、それはもう練習からやっていって、はい、来週の試合でアウェー浜松で爆発させてください。それはどうでした後ろの。ありがたいことに出場権をもらったんで、
で決めたいなとずっと考えてたんですけど、なかなか難しいですね。まあ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 、でも打ち切れるようにはなってるもんな今の現状。やっぱこうポイントで出るっていうことが可能性としては多い中で、やっぱ入るのめっちゃ難しいじゃん。そうですね。急にポンって入って結果残せって、やっぱ準備ってめっちゃ大事だなって。まあでもベンチで声出してるし、入ってたんも入ったんじゃん結構。そうですね、大概ないことはなかったんですけど。大事よね、一緒に戦うとやっぱ入れてる、入れてる。なんか吠えてると意外とすんなりいけるな。そう、他人事よりもですね。まあ来週頑張りましょう、勝ちましょう。来週こそこの悔しさをどうにか晴らします。みんなで見に来てくれた方本当にありがとうございます。ありがとうございました。情けない姿を見せて申し訳ないので、もうプレーで返します。はい、じゃあ、まあ、次のホームは5日、8月の5日なんで、はい、そこにまた来てもらえるように、はい、いい結果を浜松から広島に持ってきます。頑張ります。じゃあまたね、さようなら。さようなら。あくんお疲れです。お疲れです。まあ今季とりあえず初ゴールどうでしたか、振り返って。まあ去年は初ゴール取るまで11月までかかったんで、まあ、初ゴールを取れ、この早いタイミングで取れたってことは、まあ、良かったかなと思うんですが、まあ、試合は結局競って負けてるんで、こういうところを取りこぼしてるとリーグ優勝から離れてしまうので、そこはやっぱ反省するところは反省したいと思ってます。今週ですか、浜松戦ありますけど、意気込みを最後にお願いします。まあ常に負けちゃいけない、負けていい試合なんてないんで、まあ、ここはまあ退場した選手もいて出れなかったりとか、まあなかなかチーム力というところが、試されるところかなと思ってるんで、ここをしっかり勝ち点3取って、もう一回チームリーグ優勝に向けて息を吹き返したいと思っています。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。試合を振り返ってお願いします。そうですね、もちろんキーパーとして5失点してしまったっていうのはやっぱりもっと減らさないと勝てないと思うんですけど、やっぱチームとしてやっぱ1対1のところだったりとか、ちょっと負けてしまってた部分もあったので、本当練習から上げていかないと他のチームにも勝てないと思うし、もし F1 上がったとしても勝てないっていうのは多分現状だと思うので、本当練習から上げていければいいかなと思います。施設アウェー浜松戦ですけども、簡単な意気込みをお願いします。そうですね、アウェー浜松はやっぱやったことはないですけど、イメージはやっぱり観客がいっぱい入るイメージがあるので、ここで勝って勢い乗れるように頑張っていけたらと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。